はい、どうもラルでございます。ということで今回もにゃんこ大戦争スイッチ版の方やっていきたいと思います。ということで今回もまた来ましたね。120分の130ということで、またたびの方がまたパンパンになりました。ということで今回ですね、またね、使って、進化の方をさせていこうかななんて思うんですけども、ちょっと今回ねすっごいバランス悪いんですよね。弾がね全然少なくて、種に関してはねもう結構ね、そうもうあるのとないの差が激しすぎて、まあ今回多分レアキャラの方がちょっとね1体ぐらいしか進化できないんじゃないかなって思ってて、で残りもねなんか見てみたら激レアもあと1体で、もう第3形態はもう激レアに関してはコンプ、あとは超激レアとレアキャラっていう形になるんで、もしかしたら今回4体進化できるかちょっとわからないんですけれども、まあちょっとね、まあそれも確認しながらまあやっていこうかなと。まあもし無理だったらもうね、もうまたたびもう回収してまたね収録し直すんでよろしくお願いします。じゃあとりあえず行きましょうか。ということで、また蝶猫さんやってるね。もう今回は絶対回したいな。うん、回したいからちょっとお待ちくださいね。ということなんで、どうしようかな。そう、レアキャラもね、なんだかんだでまだいっぱいいるんだよね。激レアの方がね、意外と早くね、終わりそうっていう感じもあったんですけれども、まあ、今回一体だけしか進化できねえわ。まあ、無理だわ。じゃあもう、一体だけいきますか。トーテム猫ですね。はい。ということで、高みを目指す同士が集まったので、ワールドワイドな感じになって、見たにゃんこ。動くたまに天使を吹っ飛ばすということで、まあ、たまに使うキャラクターですね。まあ天使に強いキャラクターなので、まあ第3形態になると猫雑技団っていうことで、体力と攻撃力が第3形態によって大幅上昇、さらに天使を吹っ飛ばしやすくなるということで、またたびの消費はこんな感じなんで、まあこれでちょっと進化させていきたいと思います。いきまーす。はい、ということで、もうねちょっとね種がマジで本当にね最近なんか落ちなくて、本当になんか普通のまたたびはねすごく落ちるんですけどもね、種はなんか最近落ちなくて、なんかどうしたんだろうみたいな感じなんですけどもね、ちょっとさすがにまだレアキャラも解放済みじゃないキャラクターが何体かいるんで、ちょっともう少し毛布と踏ん張りしてほしいなって思うので、まあまた次回もねまた進化できるようにしたいと思います。でもまあ残りも本当にわずかなんで、あと本当にもう少しですね。はい、激レアに関してはこれが多分最後だと思うんですよね。遮影機が多分最後かな。他のキャラクターはもう多分大体もうね、済んでるかなって感じがするんで、まあ激レア最後でございますね。はい、ということで記念すべき最後のキャラクターは猫遮影機ということで、まあ、これも天使だね。はい、かつては盟友たちが映していたがデジタルに取って代わられたため、やけくそになった呪いの遮影機、動くたまに天使の動きを遅くするということで、まあこれも、天使に強いキャラクターでございます。第3形態になると猫クラシックということで、第3形態の進化で体力と攻撃力上昇、さらにバリア破壊能力を取得し天使の動きを遅くする時間が長くなると。バリア破壊あったんだ、ちょっと分かんなかったわ。まあいいや、進化させます。はい、ね、問題はこの後なんだよね。超激レアが2体進化できるかがちょっと分からないんで、まあ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 、まあ、とりあえず、見ていきましょう。はい、猫クラシック完了でございます。とりあえずじゃあ超激レアいきますか。よし、こっからだよ。こっからまたたびちょっと見ていかないといけないんで、赤と、5、6、ちょっとギリギリかなっていう感じがするな。あ、じゃあちょっと猫ベルセルクやってみましょうか。ちょっと頭からちょっと攻めていきたいね。ちょっと、まあ、何個かなっちゃったんですけど。まあ、いいや。じゃあ、猫ベルセルク、猫パラディになりますね。第3形態の進化で全体的にパワーアップして、クリティカル率も上昇。さらに、敵の吹っ飛ばし効果を無効化ということで、スマホ版でね、ベルセルク持ってないんで、ちょっとこのキャラクターちょっと使ってみたかったので、ちょっと進化させていきたいと思います。いきまーす。はい。そうだ。そうそうね。ネコルガ系やろうと思ったんですけどね。ちょっと忘れてたけど。まあ、許して。はい。ということで、3体目はネコパラディンでございます。かっこいいな。めちゃめちゃかっこいいんだけど。早くちょっと使いたいですね。あ、4体目いけそうですね、結構。結構いけるキャラクターが多いな。よかった。ちょっと安心ですね。ということで、ちょっと最後のネコルガ系進化させたいんで、ちょっと、いける。よしよし。どうしようかな。どっちがいいかな、どっちがいいかな。あたたたな、あたたたたたな。これだな。よし、じゃあ最後、こちら。アタランパサラン行きます。アタランパサランって何？アシランパサランです。はい。ということで、進化後のね、このアタタタタっていう負けたね。ということで、第2形態はもともとこれですね。広範囲の敵の動きを遅くするということで、これね、結構ね、増殖ね、ベビーラッシュするとすごい楽しいんですよね。またこれスイッチ版でもちょっとね、やりましょうか。はい。ということで、第3形態の進化で射程が大幅上昇ということで、最後のキャラクターはこちら行きたいと思います。行きまーす。はい。ということで、足だね。足。足玉菜だよ。はい、ということで第3形態でございます。よし。
ということで、ね、またまた旅回収の旅が始まるね。まあ、進化になるとなんつうんだろうね、これちょっとね、線が、できて、なんか影っぽくなってるんですけどもね。なんかちょっと趣のある漫画とかでよく書いてあるこの影みたいな。まあそんなことはさておいて、ということで終わりでございます。まあ4体目なんとかできてよかったね。はい、ということで、まあまだまだね、進化させなくちゃいけないキャラクターまだまだたくさんいるんで、まあまたちょっとね、また旅の方は集めていこうかなと思います。あー結構減ったね、68か。まあそうだね、超撃が2体な、使ったので結構また旅の消費もえぐかったんですけども、ちょっとまたね、回収して、まあ次はとりあえずまたレアキャラ1体はちょっと1体以上は進化させたいなと思うんで、まあそれとあとは、ネコルガケもちょっと進化させたいなと思いつつ、まあとりあえず、もう回収できたらね、また旅の数によってちょっと決めていきたいと思うんで、よろしくお願いします。ということで、まあそんな感じでまたね、また旅の方を集めてまた動画にしたいと思うんで、もう少しでね、もう少しで第3形態も終わりそうになるので、よければ次回も見ていただければなと思います。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回動画でお会いしましょう。またね。